車軸喧嘩。車軸喧嘩とは、自動車のサスペンション形式の一つで、左右の車輪が車軸でつながっているものである。これに対するものは独立喧嘩である。リジットアクスル、リジットアクスル、固定車軸式等とも呼ばれる。使用するバネにより、リーフスプリング式とコイルスプリング式に対別される。独立喧嘩式が左右のサスペンションが個別に、 ストロークすることが可能であるのに対し、車軸喧嘩式では左右の車輪が車軸で、つながっているため、互いの影響を受ける。また、アクセルハウジング自体が重く、バネした重量が大きくなりがちである。しかし、起伏の多い地形では、片側の車輪が押し上げられると、反対側は強制的に押し下げられるので悪路での設置性能がく、車体底面を打ちにくくなるメリットがある。 古くは古代の原始的な荷車に始まり、バネを備えた金世、近代の馬車にも一貫して用いられてきた手法で、かつてはほとんどの自動車のサスペンションが前後ともに車軸喧嘩方式であったが、路面追従性や乗り心地において独立喧嘩に劣り、乗用車の前輪ではほぼ廃れている。しかし構造が単純かつ堅牢、頑丈で悪路に強いため、世紀後半以降、 21世紀現在でも、主にトラックや、大型車用、アクロ走行を狙った SUV に採用されている。また特に、コストと、スペースが厳しい小型車や軽自動車のリアサスペンションも、かつてはこの方式が主流で赤、小型乗用車の前輪駆動が一般化した1980年代、以降は、トーションビーム式が主流に移行している。同じ方式でも見方によって、 呼び方は変わり、メーカーによって定義は様々である。例えば、コイルスプリング車軸式もトーションビーム式もトレーディングアームを持っているので、どちらもトレーディングアーム式でもある。トーションビーム式にはむしろトレーディングアーム式独立喧嘩に近く、フォルクスワーゲンは実際にそう定義している。実際には在来の車軸喧嘩、 トーションビーム式それぞれで多様な形態が存在するため、一様な定義は困難である。鉄道車両市場では、最初期から今日まで標準的に採用されている。車軸は左右の車輪を結ぶ一本の棒と考えることができるが、この周囲にバネやショックアブソーバー等を取り付けて構成する。構造上、左右の車輪の動きが制限されることと、 バネした重量が大きくなることから、乗り心地は独立喧嘩式に劣るが、独立喧嘩と比べ、タイチキャンバー変化が少ないこと、ロールセンターが高いこと、ホイールトラベルが大きく取れることなどの利点もある。ミサオヤ性と居住性の向上のため、FR 社の全車軸が独立喧嘩方式へ移行した後も、5車軸にはコストや耐久性の面で有利な、 この車軸式が長く使われてきた。現在では、乗用車では、バスや一部の FR 普通乗用車とそれに、共通設計のタクシーや教習車、一部のオフロード型4輪、駆動車以外では見られなくなったが、貨物車では広く採用され続けており、小型トラックやライトバンなどでは、5車軸に2トンクラスから、大型トラックでは、前後軸ともに採用されている。 アクスルと左右の車輪のハブベアリング部は合決とするが、ステアリング機構の備わる場合はナックルを返し、水平方向にのみ首を振る、スイベルアクション。引く動軸の場合、左右の車輪は丸あるいは、角断面の交換、パイプチューブか、I 型断面のビームで結ばれる。ビームは、I 傾向ではなく、専用の鋳造や単造品である。アクスルビームは正面で、U 字型となっており、 ミサオや姿勢と居住性の向上のため、バネとショックアブソーバー、それぞれの切り起点は低くされている。ソーダのための首振り機構は、二股に開いたステアリングナックルで、車軸端を挟み込む逆エリオット型と呼ばれるものがほとんどである。駆動軸の場合、ドライブシャフト、デファレンシャルギアを内包する丸や角交換の溶接品や鋳造品が用いられることがほとんどだが、 一般的にアクスルチューブ、アクスルハウジングと呼ばれる。かつて、日本の旧運輸省などの自動車用語では、ハウジング、一般的には、ハウジングの誤読である、ホーシングが使われていた。バネした重量の軽減を目的とし、デフをアクスルと分離してバネ上、車体操下としたドディオンアクスル方式は、例外で、左右輪を結ぶ車軸とは別に、車体側に、 ディファレンシャルギアが設置され、ジョイントを持ったドライブシャフト、ハーフシャフトともで駆動する。必要により、車体と車軸を連結するロッドが使用される。垂直荷重のみを担う空気バネやコイルバネを用いる場合には、アクスルの前後及び左右方向の位置決めのために、複数のロッドを組み合わせてリンクを構成する。リーフスプリング、ハンダエン1。 4楕円がさね板た羽自体が1決めリンクを兼ねるリーフ式の場合でもトルクロットが追加使用されている場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。